憲法学者の木村壮太教授に聞いた。憲法というのは過去に国家権力がやってきた失敗を繰り返さないようにそれを禁じるルールを作っておこうということで作られる法です、例えば戦争をしないとか人権侵害をしない権力の独裁を許さないといった、過去の失敗を踏まえてのルール作りをしたもので国の理想を書いたものではなくて過去の失敗を繰り返さないように国家権力を制限するためのものというふうに説明するわけですね。